ありがとうございます。毎年本当にこの時期は集まりがいろいろあるので、それが丸々1ヶ月なくなるっていうのはちょっと僕の中では初めてのことなので、結構寂しい気持ちは大きいですね。毎晩日曜日以外をみんな若い人集まって本番に向けて遅くまで残って準備したりっていうのはやってたので、本当に毎年楽しみに本番楽しみにしながら準備してるので、それがなくなっても寂しいですけど、来年今去年以上に今年なかった分を盛り上げられればいいなっていう気持ちはあります。人がだいぶ少なくなってきてるので、これを機会に人が増えてくれればいいなっていうのもありますし、もうみんな大人数でやるのが一番理想かなっていうのはあるので、来年はもっと盛大にできればいいなと、町の方々の協力も得て皆さん楽しめるような祭りになればいいなと思っております。